両親の夢を見てから浦島太郎は心が落ち着かなくなりました。
すぐに泳ぎ出しました。浦島太郎は竜宮城を何度も振り返ります。乙姫様は浦島太郎の姿が見えなくなるまで手を振っていました。
玉手箱を開けると中から白い煙が立ち上って、浦島太郎はあっという間に白髪のおじいさんになってしまいました。作曲家の、ご質問です。